皆さんこんにちは、堀川みくみチャンネルです。今日はですね、久しぶりにレッスンやっていこうと思います。今日はですね、はい、スイングひもんやで撮影させていただいてます。はい、レッスンするのは何かと言いますと、フェアウェイウッド、はい、フェアウェイウッドやっていこうと思います、はい、フェアウェイウッドって結構ね、やっぱりね、アマチュアの方苦手な人多分多いと思うんだよね。そうですね、多分ね、うん、クラブの14本の中で一番難しいんじゃない、難易度。そうですね、まあ、ドライバー苦手な人もいるけど、はい、地面の上から打つクラブでやっぱり一番長いからね、はいはい。で、まあ、ヘアウェイウッドって、まあ、まずどう打つかっていうことと、まあ、この、ね、練習をすればスイング全体的にも良くなる、うん、アマチュアの方のスイングを見てると頑張ってるのにそんなに飛ばないみたいな、はいはい、あ、なるほど、で、はい、あ、この人ちょっとゴルフやってたなとか昔結構やってたなっていう人は、そんなにスイング頑張ってないのにしっかり球が飛ぶっていう、はいはいはい、まあ、この差を、はい、この練習をすれば、まあ、すごく良くなってくると思うんで、うん、やってみたいと思います。はい、何が一番難しいかって、はい、どこが難しいと思う？まあ、やっぱり長いクラブで、もちろん長くて地面から打つってことですね。うん、まあ、あと地面から打つのってまず条件として、はい、アッパーブローで打っちゃ絶対ダメだよね。まあ、そうですね、うん、主に、はい、あのクラブで3種類あって、はいはい、まあ、ドライバー、はい、フェアウェイウッド、はい、アイアン、はいはい、まあ、ウェッジも含み、うんうん、でこの3つの差って最下点なんだよね。うんうん、要はクラブが振っていって、この地面一番下を最も低い、はいはい、まあ 最下点最も下、最下点でどこでその最下点を迎えるか、はいはい、でドライバーってボールがあったら、まあ、アッパーブローに当たって高弾道を打つ、はいはい、でアイアンってボールが地面の上にあって、ボールをクリーンにコンタクトしなきゃいけないじゃん、うんうん、でそこからダウンブローで、まあ、ややボールの先のターフを取ってくる、はい、でもスプーンってさ、はい、アッパーブローで打ったらもちろんダフるし、はいはい、ダウンブローで打ったら打った後、ね、まあ、ターフがね、まあ、僕のちょっとそのスティンガーショットっていうのはまあ別に一旦置いといて、はい、でヘアウェイウッドの、まあ、基本的打ち方ってぴったりこの地面スレスレに最下点を迎え、ボールだけ拾って打たなきゃいけないの、はいはい、だからヘアウェイウッド多分難しいんだよ。少しでもこれがずれたらヘアウェイウッド打たないわけ、はいはい、だからまずヘアウェイウッドって最下点を操んなきゃいけないわけ、うんうん、どうしたらいいかって、はい、まず基本的なスイングってだいたい目をつぶってストーンとクラブを落としたところ、はい、ここがだいたい頭の真下だよね。そうですね、これが、はい、じゃあまっすぐストーンとクラブを落としてくださいって言って2は落ちないよねこれまっすぐストーンと落としたところがだいたい最下点なんだ、はいはいはい、だからクラブを上げて頭が例えばこう右に傾いたらここが最下点になっちゃう。あ、そういうことですね、頭が動くから、はいはい、だからまずヘアウェイウッドってあまり大きく頭を動かしてはいけない、はい、これが頭が先に行けば最下点が先になるんで、はいはい、だからトップしちゃう。なるほど、なるほど。だからまず頭を動かさないこと、はいはい、でこれは練習ドリルなので、まず練習の時にいきなりじゃあ頭を動かさないで振ってくださいっていうのも難しいし、うんうんうん、スイングってテイクバック上げて振るのって、はい、まあ、今軸が頭に軸が来てるけど、はいはい、頭というか首の裏、はい、でもまずは一旦スプーンでここを支点にするの、手元を支点にして、はい、これだけ。まずね、これができるかできないか、はいはいはい、この手首だけで今視点をここに持ってってるからね、はいはいはい、これでスプーンがちゃんとポーンと打てるか、はいはい、これあのスプーンじゃなくても、もしくは5番ウッドでも7番ウッドでもいいし、はいはい、うん、まず構えた時にこの今構えた頭の真下にクラブがある、はい、このボールを今の手だけでポーンと、あのこういうトップ玉とかはダメだよ、うんうんうん、トップ玉もダメだし、はい、このダフンもダメ、うんうん、これでしっかりボールをまず捉えられるか、はいはい、うん、今もう体の動きは全く使ってない。そうですね、はい、もうボールに向いたまんま、うん、でもこれって今僕の体は、はい、ほとんど使ってないじゃん、うん、言ったら手の動きはこれだけ、はいはいはい、体の運動量を例えるとしたら、まあ大体1ぐらいだよね、はいはい、でも体の運動量が1に対してクラブヘッドってこんなに動いて、うん、こんなに動いてるじゃん、そうですね、まあ、結構7、8ぐらい動いてるじゃん、はいはいはい、スイングショットでいう、うん、
だからまずは体の運動量を少なくしてクラブヘッドだけを走る、うん、これ今ちょっとダフったね、はい、これ、うん、はいはい、これならまずアマチュアの方はみんな練習できると思うし、はいはい、正面から見たら、まあ、ここで打ったらちょっと壁当たっちゃうけど本当にこれだけ、はいはい、これだけ、うん、今もう体何も使ってない、はいはい、これでしっかりヘアウェイウッドがまず打てるか、うん、つまり最下点で打つ練習をしてるってことですか。今まず最下点を動かさない練習、はいはいはい、であって体の正面でクラブがしっかり開いてきたクラブが正面を迎え閉じていくっていう、はいはい、これどうしてもやっぱりクラブ長いと遠心力が体にも伝わって、うんうん、やっぱり振るときにクラブを振ろうとしたとき、はい、ナチュラルに振ろうとしたら絶対に頭ってやっぱこう引っ張られるから、はい、だからそれも一旦はなくす、まだ遠心力を感じないぐらい、はい、いきなり振らず小さくこれだけ、うんうん、でこれをまずできるようにすること。でもこれってアマチュアの方、いやそんなの誰でもできるよって、はいはい、こんなの手でポンと打てばいいんでしょって意外と難しい。絶対難しいですねこれ。意外と、うん、しっかり 手首だけでクラブをヒュッと上げて、はい、ここからポンっていうこれがしっかり同じところに落とせるようになることが大事、うん、これでもできたら全体的にはかなり良くなると思う、うん、まあ、アマチュアの方って多分プロとちょっとまたスイングが違うのは、はい、プロってもちろんダウンブローでアイアンとか打つじゃん、はいはい、でもアマチュアの方ってあそこまでダウンブローで打ったらちょっとやっぱ手首怪我しちゃうし、うん、そうですね、まあ、一般男性のアイアンショットっていうのはそこまでダウンブローで打つ必要なくて、うんうん、ボールの先のターフを少しするぐらいでいいと思う、はいはい、そんなダウンブローじゃなくて、うん、まあ、サッと払うような、うん、だからある意味一般男性の方がスイングはフェアウェイウッド寄りだと思う、はい、ああそういうことですね、はい、だからまずこれができれば全体的にスイングが良くなる、はい、これでポン。これ宇都宮さんこれ朝最近やってますよね。最近やってる最近自分の中でやっぱりスイングが崩れた時に軸がやっぱりブレたり、はい、どうしても体が突っ込んできたりとか、はい、ラウンドをしてるとやっぱ体が力んでくるのかな、うん、だから一旦自分でゼロに戻るためにポーンと、でこれがだん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 できてきたら手首を、最初手首をほとんど使わなかったところから少し手首を地面と平行ぐらいまで、地面と平行ぐらいまで、でまた地面と平行ぐらいまで、はいはいはい、これを頭を動かさずポーンと、うん、結構飛ぶもんですねこれで160ぐらい飛んでる、ね、うわキャリーしてますよね。160キャリーで200いったらね、はいはいはい、今のって僕の中では2割ぐらいスイングでいったら、はいはいはい、スリングでいう2割でここまで飛ぶんだよ、うん、いやめちゃくちゃ、これさ見ててさめちゃめちゃ楽そうに振ってるよ、はいはい、僕はまあプロで今振ってますけど、はい、一般男性これよりかは力あると思うよ。まあまあ確かにね、これよりかは力あんのに、はい、みんな頑張ってこうしてこうするけど、はいはい、結局軸がやっぱブレたりしてると、はいはい、ヘッドが加速していかないんだよね。だから今軸は動かさず、うん、クラブヘッドだけを加速させる、うん、これで多分ね、ぼちぼちのアマチュアの方のフェアウェイウッドぐらいを打ててると思う、ね、だからミート率がいかに大事かってことですね。そうそうそう、やっぱねパワーで飛ばすのも大事だけど、はい、効率で飛ばすっていうのは大事だから、はい、でこのスイングがだん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 体に染み込んできたら、うん、多分ね今までワンラウンドやって、はい、ショットにしたら90で回る人っていうのはだいたいショットがまあ50回ぐらい、はいはい、だいたいパッティングが20パットとして50回ぐらい、うん、そうですね、じゃあパッティングが、全部で40パット、まあ、アプローチとかも、まあ、うん、そうそうそう、はい、でだいたい、まあ、50ショットぐらい、はい、1日の疲れ方、はい、今10疲れてたのは多分3、4ぐらいですね。あんなになんか素振りとかでいっぱいビュンビュン振って打つ時に、はいはいはい、でこんなガーンってダフったりとかするより、はいはい、いきまーすって構えて、多分ねちょっと物足りないと思う、はいはい、うん、でもそれがだん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 体に染み込んできたら、振り終わった後にクラブヘッドの遠心力に体がつられて起き上がる、はいはい、これが
ここから起き上がることが目的じゃないからね、はいはいはい、起き上がろうとしたらこれインパクトにエラーが出るから ね、 そうですね、うん、まずここにしっかりクラブヘッドをボールがあるところにビュンと振る、はい、ビュンと振って体が起き上がる、うん、これがヘアウェイウッド。ヘアウェイウッドになった途端みんなやっぱ力むからさ、はいはい、力んでガチガチになった時に振ろうってなったらやっぱりエラーが起こるから、そうですね、まずは最下点をしっかりボールのところに持っていくことが一番大事で、そこから、うん、もう十分なショットですね。これで大体今ので210ぐらいはいってる、うん、いってますね。 でも多分動画で分かると思うけど、はい、全然振ってない、うん、もうポコーンって感じ、ね、もうポコーンって感じ。これって傾斜地の時はむしろこうした方がいいですね。この方がいいと思う、はい、やっぱり、ね、傾斜地って真っ平らより不安定だから、はいはい、やっぱりグッて振ろうとした時に、はい、僕たちもたまにあるけど、はい、滑るね。あ、だからこれはヘアウェイウッドとはまた別の話で、うん、傾斜地でクラブを迷った時は1個大きいのを持つ、はい、あ、なるほどなるほど。で1個大きいのを持って、まあ、少し軽く振るね、はいはい、だって真っ平らで一番自分が振りやすい状況の距離より、はいはい、うん、傾斜地で振りにくいところの距離の方が同じくらい飛ぶわけないじゃん。そうですよね。だからいつも通りのクラブを持ってしまうと届かないから、うん、しかもそれを届かそうと思ったらいろんなね、はいはい、ちょっと障害が出たりするから、うん、だからまあ程よく振る感じ、はいはいはい、胴体をあまり使わずもう6、7割ぐらいで、うん、で、ある程度、うん、これでもう210、20いってますね、はい。で今これがだん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 できるようになってきて、あとはいつも通り構えて、うん、まあこうすると大体今スプーンで打ってるんで大体240、50ぐらいキャリー、うん、まあ十分だね、はい、っていう感じで、だからまあスプーンが一番難しいかもしれないけど意外とスプーンに結構詰まってると思うんで、はい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 、これをまずね、うん、甘く見ちゃいけない。確かに。これをこんなの絶対できるよって人はまず練習場やってみるといい、はいはい、特にまずこれ今打つところのマットじゃん、うん、これスタンスマット、結構スタンスマットってちょっと硬いから嘘つかないからね、これちょっとダフったらやっぱダフった音するし、はい、ここでまず本当に自分がこれだけできるか、はいはいはい、試してみるといいと思います。フェアウェイウッドが打てると本当ロングがチャンスホールになりますよね。そうなんだよ、はい、距離が飛ばない人でも、はい、ヘアウェイウッドが上手ければやっぱりグリーン周りまでいけるじゃん、はい、そうしたら、まあ、グリーン周りはあとはもうねアプローチ勝負になってくると思うけど、はいはいはい、やっぱねドライバー打って、まあはい、そこそこいいとこで、はい、残り210ヤード、はい、20ヤード、はい、でヘアウェイウッド打った時に頭叩いてポコーンっていって、はい、15ヤードぐらいしか飛ばないとかいうケースが結構あるんで、あるあるですよね。よくプロアマとか見てるとアマチュアの方がセカンドショット打つときに力が入ってポコーンっていうのもあれば、はい、もうダフってゴロゴロゴロっていうのもあるから、はいはい、それがほどほどグリーン周りいけたら、うん、多分ゴルフで変わると思う、はい、まあ、変な話、200飛ばなくてもいいぐらいな感じですよね。全然見ててやっぱり180ヤードぐらいを簡単にポーンって振ってる方が、はい、だって180、180やれば360でしょ、はい、でね、あとドライバーで200ヤード飛べば560ヤードまでは3回でいけるからね。本当ですね。そうするとグリーン周りあとは18ホール中何回寄せワンできたか、うんうんうん、これが18ホール中9ホール寄せワンできたらパーが9個、はい、ボギーが9個、はい、トータル81回、うん、っていうビジョン90から18ホールで何回寄せワンができるかっていう、これでもう80台になるんで、もう皆さんぜひ試してください。でこれできたら多分ドライバーもできるからね、うんうん、ドライバーもまあこれは補足ですけどドライバーも構えてここで、これができるだけでもう全然違うからね。まあ一回じゃあ本当に軽く手首だけのやつね、はい、手首だけのやつでこれでどれくらい飛んだか、まあ、これで150ヤードぐらいですね、はい、今ので150だからね、はい、165、はいはいはい、で地面とクラブを腕が平行ぐらいまで上げて振ったら、はい、いやめちゃくちゃ飛んでるっすね。これもう全然
ちょうどキャリー200ぐらいだね。おもう十分ですね。200のまあ240、はい、うん、今の軽くで240だからね、はい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 、こんな簡単で飛ぶんで効率よく売れば、はいはい、アマチュアの方はちょっと頑張って振りすぎというところもあるんで、うん、まあ、皆さんぜひ試してみてください、はい、ありがとうございます、はい、フェアウェイウッドのレッスンでした。はい、確かにフェアウェイウッドって本当大事ですよね。そうだよ、大事、フェアウェイウッド、うん、やっぱ僕も始めた時とか思い出すと、うんうん、よしドライバー成功したぞ。そうだよ、よくゴルフってパットイズマネーっていうじゃん、はいはいはい、でこれって多分パットイズマネーってプロの話だと思うんだよ。うん、ね、要はパットでお金、はい、パット入るか入んないかでお金稼げる、はいはい、お金稼ぐってそもそもゴルフ握ってんのって賞金だよね、はい、だからパットイズマネー、パッティングが上手ければお金になるっていうのはプロの話、うん、でアマチュアの方がパットイズマネーっていうのは多分違うと思うんだよ、うんうん、パットの前にもうスコアに、はい、スコアができちゃってるから、はい、そこをどうやってカバーできるかって、はい、多分アマチュアの方って僕が思うにある程度のドライバーショット、うん、18ホール中、まあ、もちろんプロより飛ばないんだから、うん、それなりにホール内にはいてくださいっていう、うん、まあ、ティーショット、はい、とセカンドショットでやっぱり地面の上からチョロとか、はいはい、ダフリトップをしないためにある程度のところまで飛ばしてください、うん、だからやっぱりショット、うん、でまあ、アプローチパターンっていうのはやっぱり、まあ、70台出す人がどこまでグリーン外したときにパーを拾えるか、だからやっぱり、まあ、アベレージゴルファーはドライバー、フェアウェイウッド、はい、ここで難なくミドルホールだったら2打でグリーン周りまで行くこと、だいたいグリーンのエッジからまあ20ヤード30ヤードぐらいまでに周りにあること、球が、そうすればあとは2、30ヤードをアプローチに乗せて2パットすればボギー、ね、寄せ1したらパー、これ大事だと思います、うんうん、はい、ぜひ試してみてください。フェアウェイウッドで最低限の球を打ってれば90台は回れるってことですね。そう、うん、今のパーンで大体160だからねそうですね、そうだよ、うん、OK、 はい、ありがとうございます。